私たち逃れられないんだ。辛くないかと問われたら辛いさ。誰だって無力な人間をなぶり殺しになんてしたくない。俺はファントムソサエティの正しさを信じている。だから俺たちはもう戦うしかない。自分の道の正しさを証明するために。どうしてまた俺のこと生き返らせたんだ。ファントムソサエティは世界の終わりを目論んでいる。本気で世界の終わりを止める気があるの？全部終わらせるよ。今回の任務は悪魔やデビルサマナーとの会敵も予想されます。くれぐれも注意を。デビルサマナーが持つ武器コンプには味方にした悪魔仲間をセット可能。仲間が持つスキルで敵を攻撃しましょう。敵の悪魔にも弱点があります。弱点をつくたびに仲間の悪魔が召喚され大技のサバトが開演。敵に大ダメージを与えます。打ち滅ぼす。ダンジョンに足を踏み入れると仲間たちがダンジョン中を探索してくれます。仲間たちとは至る所で再会でき、アイテムやお金を見つけてきてくれたり、体力を回復してくれたり、さらには仲間になりそうな悪魔も紹介してくれます。仲間と協力して危険なダンジョンを攻略しましょう。行く先々の町にはデビルサマナーしか訪れることのできない隠された都市レルムがあります。レルムではコンプの改造や悪魔同士を合体させる悪魔合体が可能。そしてその他の町では装備を整えたりバトルに役立つアイテムを揃えることもできます。強敵との戦いに備えましょう。アイオンの拠点アクシスはリンゴと私フィグが生まれた場所です。首都の地下深くにあり、アロー、ミレディ、再造の記憶を再構築した空間ソウルマトリクスという領域があります。ソウルマトリクスでは仲間の過去の記憶を追体験できるビジョンクエストが発生します。彼らを深く知ることで絆が深まり、私たちをさらに強くするのです。仲間たちとバーで一緒にお酒を飲んでお互いの理解を深めたり、またセーフハウスで食事をすることでソウルマトリクスをよりスムーズに探索可能です。目指す世界は一緒だろ。フランマ、このビジョンは世界の終わりなの。せっかく拾った命なんだからミスミス捨てることないでしょ。死が唯一の救いだったんだと思う。あなたは幸せね。どうして。君たちは間違っていない。諦めるな。もっといい方法がきっと見つかる。全部終わらせてまた始めようぜ。それがお前の答えかよ。私はあなたと戦いたくない。嘘だろ。生き返りたいほどの後悔があるか。ソウルハッカーズ2、8月25日発売。プレイステーション。